はい、どうも、シュです。今回はですね、焦らない他人と自分はペースが違うという話をしていきたいと思います。まあ、今回の話って、うつ病を経験した私もそうだし、その後仕事に復帰した私もそうですし、さらにそれとは関係なく人間関係ね、その全般にも本当に言えることなんですけど、焦るとね、何事もうまくいかないんですよ。例えばそのうつ病の時っていうのは、やっぱ早く治さなきゃいけないとか、何ヶ月後までには絶対治したいみたいな感じでこう気持ちが焦ってるとですね、一日一日にさ、こう自分の体調をこう過度にチェックしてしまうんですよね。で、昨日はそこそこ体調良かったのに、今日なんでこんな感じなんだろうなみたいな、もう一個一個気になるんですよ、そういうのが。で、その後仕事復帰してからも、なんか早く結果出さなきゃいけないとかさ、これだけ売り上げ立てなきゃいけないみたいな感じに思ってると、もう一日一日のさ、売り上げとか見ちゃうじゃないですか。で、それで、あ、もう全然届いてないみたいな、俺なんか全然ダメだみたいな感じで焦って、なんかちょっとこう卑怯な手を使ったりとかさ、なんかそれはどうなのみたいな手を使ってしまいそうになったりとかね。で、そんなんでこう落ちていく人とかもたくさん見てきたわけですよ。で、普通の人間関係とかも、例えばなんか彼氏作りたいとか彼女作りたいっていう風に焦ってる人ほどやっぱりできないじゃないですか。で、それにこの人と仲良くなりたいってこう人間を損得感情で判断したりすると、やっぱ揉め事が起きたりするわけですよ。で、この焦らないっていうのは、まあ私もね、結構忘れがちなんで本当に気をつけなきゃいけないなと思ってるんですけど、なんか何事にも使えるよね、本当に。この焦っちゃダメだっていうのは、まあダメだっていうとこう自分を責めてしまうことになるんでちょっとあれですけど、まあ例えば今すごい苦しい状況にいる人も、まあ私もそうですけど、まあすごいざっくりですけどね、ちょっと嫌な気分になったら申し訳ないけど、まあなんとかなってるじゃん、言うて。生きてるんですよ、死んではないわけですよ。まあ日本人に生まれた以上はね、そう簡単には死なないんですよね。結構助けてもらえたりするわけですよね。大前提として、まあこれ私もそんなに納得できてるわけではないんですけど、人生って意外となんとかなってるなっていう部分はあります。私もそんな納得ができてないですよ。なんとかなってねえよって思う部分もあるけどね。まあたださ、やっぱりこう SNS 社会なわけじゃないですか。私もまあ情報発信してるんでね、お前も情報出してる側だろって言われたら確かにその通りなんだけど、ただそのいろんなネットの情報とか見てるとさ、もうすんごい人いっぱいいるじゃん。ねえ、なんかなんで私こんな感じなのに、この人なんかこんなすごいんだろうみたいなって思うことないですか？まあもしかしたらだよ。もしかしたら、ホッシーもそういうふうに思わせちゃってる部分もあると思う。だって、自分のうつ病経験とか、メンタルに良かったこととかを話してるわけだから、それがうまくいかないとか、なんとかしたいって思ってる人たちがやっぱ見てくれてるわけじゃん。で、そういう人たちからすると、なんでホッシーさんはこんなにうまくいってるのに、自分はうまくいってないんだろうなってやっぱ思うわけですよ。それは思いますよ。で、私も私で、やっぱり、じゃあ例えば、YouTuber でね、まあありがたいことに6万人登録もいただいてるんですけど、でもやっぱり上を見るとさ、じゃあ10万人登録のあの人すげえなとか、20万登録のあの人すごいなとかさ、何百万登録のヒカキンさんすごいなみたいな、まあそういう話になってくるわけじゃないですか。じゃあそれって果たしてね、健全な状態なのかっていうと、まあ精神的には全然健全じゃないよねっていう話ですよね。で、その SNS とか他人を比較するっていう意味では、他人がうまくいってるものを見てすげえなって思った時に、自分は本当にダメだな、うまくいってないなって思うじゃないですか。でもよく考えてみるとさ、他人がうまくいってることを見て自分がうまくいってないっていう証拠には全くなんないですよね。確かにその人と比べた時に、自分ダメだって思うかもしれない。さっき言ったように、じゃあ例えば100万登録の YouTuber と比べたら、6万登録のホッシーってうまくいってないじゃないですか、数字だけ見るとよ。ただ1万登録の人からするとうまくいってるわけですよ、6万登録って。だから結局どっから見たかって話になってくるじゃないですか。じゃあそんなんね、一切無視して、100万とか1万とか全部無視して、自分だけの世界で誰とも比較せずに考えるとですね、 YouTube ってアナリティクスっていうのがあって、どんな感じでこう登録者の方が増えていったのかとか、再生数が増えていったのかみたいなのが分かるデータがあるんですけど、そういうのを見てるとね、やっぱり右肩上がりなんですよ、一応。まあそんなんね、もちろんこうボーンって上がってるわけじゃないですけど、じわりじわりと上がってきているので、その数字だけを見ると一応その評価していただいているのかなっていうふうに言えるわけですよね。まあ、ホッシーがいくら自分まだまだダメだとか、もう早くなんとかしなきゃって思ったとしても、数字の結果としては別に下がってないので、まあもちろんそれに満足しちゃうとダメなんだけど、まあ現状うまくいってるよねっていうふうな見方もできるわけですよね。だから結局、どっから見るかって話になってきちゃうし、で、意外とその他人と比較せずに自分が過去やってきたことを振り返ってみると、みんなね、やっぱ成長するんですよ。どうやっても。だって仕事にしたって恋人の関係だったり人間関係にしたってさ、こう経験が積まれていくわけじゃないですか。経験が積まれていって自分なりにみんなね、こう意識の高いこうフィードバックとかやってるわけですよ。なんか前はこうやってうまくいかなかったけど、次はこういうことやったらうまくいくんじゃないかみたいな、
みんなは自分そんなんできませんって言うんだけど、やっぱり結構無意識にフィードバックとかしてるんですよね。ほら、私もさ、YouTube でたまにね、ライブ配信とか、基本的に土日やってるんですけど、どっちかね、やってて、まあ、みんなのコメントとか見るわけよ。で、みんなのコメントとか見てて、なんかやっぱみんな、やっぱ自信がないんだよね。自分がうつ病だったりとか、なんかメンタル弱いです、みたいな感じで書いてて、で、今日はこんなことやってきました、みたいな、書いてくれるんですよ。でそんなのね、まあ、もちろん全部は見れないんですよね。すごい長いから、長いというか、早いから流れがね。で、それは申し訳ないんだけど、なんかそういうの見てるだけでもね、いや、多分、あなたが思ってる以上にあなた頑張ってるし、結果出てますよ、みたいな人が本当に多いんですよ。やっぱりそれはこう、自分ごとじゃないから、客観的に見れるから、例えばなんか今日は調子悪いけど家事頑張りましたとかって書いてる人がいたとしたら、家事ってさ、他の主婦の人と比べるとさ、みんなやってるからできて当然じゃんって思うかもしれないんですけど、まあ、よくよく考えてみるとさ、私はその YouTube の、ね、撮影を1日1本するとかはね、普通にできるんですけど、家事全然できないんですよね。まあ、私のこと知ってる人はね、ホッシーってマジで家汚ねって言うんですけど、部屋汚ねって言うんですよ。で、ほら、YouTube 見てる人はね、いや、別に綺麗じゃないと思うかもしれない。ただ、この映ってる範囲だけですよ、そこそこ綺麗なのは。もうこの手元とかね映せないぐらいぐちゃっとしてるんで、とてもお見せできるものじゃないんですけど、まあ YouTube はやっぱりね、見せる範囲を狭くできるからね、まあそこの掃除だけはなんとかなりますけど、ただ他のね部分とか掃除できないし、ちょっとね嫌な思いしたら申し訳ないんだけど、なんか綿ぼこりとかが出てやっと掃除機かけるみたいな、そんなレベルだったりするんですよ。それぐらいもうダラダラしてるというかダメ男なんですよね。だからそんな私からするとね、なんか毎日家事やってるとかっていうのはもう鉄人超人みたいな、なんか頑張りましたねのレベルじゃないんですよ。もう神みたいな感じですね。やっぱ普通に家庭に入ってる方で自分がお仕事されてなくて旦那さんがお仕事してますとか、もしくは奥さんが仕事してますってなると、まあ、どうしても片方が家事とかをすることになるわけじゃないですか。で、私からすると、私は比較的仕事はなんかこう自分が得意な領域だけをやるっていう風に決めてるから、結構平気でできちゃうんですよ、仕事は。でも家事とかも相当気合い入れないとできないんで、私はもう家事の方が重労働だとね、勝手に思ってるんですけどね。はい。まあ、ちょっとね、話それちゃったんだけど、結局焦らずに自分のペースでやるしかないって話なんですよ。焦って他人に引っ張られると、まあ、また心が病んでいくだけなわけじゃないですか。じゃあどうするかっていうと、自分のできる範囲で自分のできることをしっかりやると。で、これはもう本当に、範囲っていうのはバラバラですから、その体調が悪い人は体調が悪い人なりに、元気な人は元気な人なりの範囲があって、で、その範囲の中でしっかりやって、もうあとはもう寝て待つしかないです。結果がどうなるかっていうのは、自分がコントロールできる領域じゃないんですよね。じゃ例えば彼女を作りたいと思った時に、彼女のことを調べる、リサーチするとか、どんなことが趣味なのかとか、その辺は自分の努力の範囲じゃないですか。でもじゃあそれをリサーチをして、じゃあうまくデートに誘いましたとか、デートで食事できました。じゃあその結果、彼女が僕を好きになってくれるかっていうのは、それはもう、こっちがコントロールできる話ではないですよね。まあ多少はもちろんその、こっちの努力次第で、成果を引っ張ることはできますけど、でも実際に決断するのはやっぱ相手の女性の方なので、そこをコントロールしようとするとやっぱ病むんですよ。自分がコントロールできる範囲じゃないからね。で、そうやってこう焦ってしまうと、自分の能力を超えた頑張りをしてしまうので、疲れたりとか、変な結果が出たりとか、マイナスなことが起きたりするわけですね。で、もう最初に言った通り、うつ病に関しても仕事に関しても、人間関係に関しても、他人と自分っていうのは本当に違うんだなっていうことをね、改めて意識してもらってですね、じゃあ自分はどういうペースでやっていけばいいのかっていうのを考えてみてもらえると嬉しいです。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。